それじゃあ。どうや？はい、たくさん働けるし、女の子たちはいい子たちばかりだし、おおむね良好です。ただ…ん？居心地が良すぎて、いつかここを辞める時が来るって考えると、ちょっと寂しいですね。ひどい。私だって感傷的になることあるんですから。そうですよね。無理してでも笑顔作らないとね。真島さんが似合わないなんて言うから。すまん。そうですね、もしここを辞める時が来ても笑顔で別れられればいいな。どうせ女の子みんなに同じこと言ってるんでしょ。え？どうだかな。でもありがとうございます。ずるいな。え？真島さんはずるいです。教えてあげない。どうや？おかげさまで、コツコツですけど、いい感じに溜まっていってますよ。そうか。そちらもおおむね良好です。両親の仕事がこの景気で軌道に乗ったみたいで、仕送り額減らしても大丈夫だよって。真島さんは私があんまりお店に来なくなっても平気？え？いやいや、別に何でもないけど。Thank you.
ところ疲れちゃいました。最近勉強に身が入ってなかったから気合い入れ直さないとな。ああ、うん、ありがとう、和島さん。あ、そうや、もちろん頼りにしてますよ。みんなのお兄ちゃんみたいな存在ですからね。悪酔いして暴れるお客さんの対応も真島さんがちょちょいと片付けちゃうし、前の店だと私の仕事だったのに出る幕ないな。何やぞ。ええ、私腕っぷしには多少自信があるんで、ボーイの人たちよりも腕相撲強かったですから。おいおい、本当ですって。私店で一番強かったんですから。うん、私日々運動を怠ってないですもん。だらだら過ごしてるだけの男の人には負けませんよ。いいですよ、負けませんからね。望むところです。でも真島さんは一筋縄じゃいかなさそうだな。ちょっと生活習慣とかコンディション整えるんで、1週間後に勝負です。ん？真島さん、心配してくれるんですね。そうですよね、顔に傷がついたらこの仕事でも売り上げ稼げなくなっちゃうし。はい、約束します。でも真島さんって不思議な人ですよね。外見はヤクザみたいに怖いのに、人を引きつける変な力がありますね。そうですね、真島さんは素敵です。もしお兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。あれ、やっぱちょっと違うかも。お兄ちゃんっていうより、やっぱ内緒です。内緒は内緒なんだもん。
真島さんは私のことどう思ってるの？そうやな、そっか、まあ今はそれでいいか。え？別に、こっちの話。疲れ。ああはい、
Mm-hmm.